時刻は9時30分を回りましたね。今日も、嘘のような本当の話のお時間でございます。皆さん元気ですか？チャーガンジューというわけでですね、私が今週もパーソナリティ土井秀人が、東京からお越しのドクター水素ボトル北条政宏さんと一緒にお届けしたいと思います。北条さん、おはようございます。はい、おはようございます。嘘のような本当の話ということで、お話っていう字ね、一応書くんですけど、なんか嘘のような話で、嘘っていうね感じ、皆さんいかがでしたか？今週振り返ってみるとありましたかね。私たちは毎週あるんですね、これがね。はい、どんなことがこうびっくりしようかっていうことで、はい、この番組は FM ギノワンのね、海の見える素敵なスタジオからお届けしてるんですが、どうぞね、10時までお付き合いいただけたら嬉しいなと思っていますね。それから、何水素って、何水素ボトルってね、ちょっとなんかどうしようと思った方はね、気軽に電話くださいね。はい、FM ギノワンに電話いただけたらね、例えば説明会とか、もう今ね、毎週ですよ、私の方で、バルナバハウス、カタカナで検索してくださいね。宜野湾市かかずの、駐車場完備、ね、素敵な、ところでですね、大体ですが2時から、14時から夕方6時ぐらいまでのんびりお茶飲みながらやってますから、これ何ですのって気になった方、どうぞお気軽にね、ラジオ聞いたけどってお越しいただけたら嬉しいです。はいはい、そんなわけで今週もね、前置き長くなってしまったんですが、素敵なゲストをお迎えしております。はい、ポーク卵さん、間違えた、ポーク太子さんでしたね。はい、失礼しました。太子さん、おはようございます。おはようございます。はい、素敵な笑顔で、ね、うるま市からね、宜野湾市にお越しいただけたんですが、太子さん、ちょっとね、軽くご自身の自己紹介などお願いしていいですか？はい、ポーク太子で、5歳の娘がいる専業主婦になります。お名前かっこいいですよね。 ありがとうございます。北太子さんで、はいはい、奥さんね、今週お越しいただけたのは、はい、なんかありました？嘘みたいな体験ありました。どんなでしょう？はい、去年の4月後半にちょっと胆のうを取る、胆石があって胆のうを取る手術をしたんですけれども、その時に出頭していただいた医者の方に、見たこともない炎症を起こしているっていうことで、嘘だったんですね。で、わ、びっくりですね。はい、腹水もあるので、ちょっと病理検査に出しましょうねっていうことで出すことになったんですね。でこれが30代の医者に言われたら、あ、そうなんですねで終わったんですけど、もう60代以上のお医者様だったので、手術の件数って結構やってるよねって思ってたので、友達に笑いながら、怖い、こんなこと言われたけどって、その時はまだ半信半疑でいたら、この検査の結果がこの去年の5月の17日に出て、突然乳がんステージ4ですっていうことを言われたんですね。今ちなみに太陽さん、なんていうか、ここ例えば診察室じゃないですけど、はい、こう向かい合って、はい、まっすぐ目を見て言うんですか？はい、言われましたね。それは患者さんが求めたら言うんですか？ちなみにもう本当になんていうか、パソコンの前というか、このドクターのいる前で、はい、はっきりおっしゃるんですか？はい、言われました。怖かったでしょうね。もうびっくりして、ちょっとこのあと時間ありますかっていうことで、他に検査したいことがあるっていうことだったんですけど、入っていって、じゃあ呼ばれるまでお待ちくださいって言われて外に出たんですけど、もう号泣でしたね。トイレまで間に合わず号泣でしたね。もう突然のことだったので。でそれから6月1ヶ月はもう仕事がお休みの時には検査、1年ぐらい前になりますね。はい、ちょうど1年ですね。もう1ヶ月ぐらいずっと検査でしたね。で最後のペット検査を終わる前に、6月の後半から抗がん剤、飲む方の抗がん剤の治療が始まっていて、でちょっと新薬とかが合わなくて、ちょっと体力もなく寝たきりになった時期もあって、ちょっと仕事ももう続けていけないということで、
ちょっとマネージャーと話をしてちょっと退職させていただき、いただいて、で抗がん剤を始めて 2,3 ヶ月経った頃ですかね、8月9月から髪の毛が抜け始めたんですよ。で髪の毛が抜け始めてて、ちょっとそのままゆっくり髪の毛がなくなっていくのかなって思ってたんですが、もうちょっと10月後半11月頭にはウィッグ買ったり帽子をかぶったりとかしてたんですが、ちょっとこのドクター水素ボトルとの出会いがあって、で最初半信半疑だったんですけど、ちょっと講演あセミナー説明会の方に参加させていただいて、ちょっと面白いなというのと、で自分の指の血流とかを見て、とても汚れてたんです。血流もすごい、血管も見えなかったんですけど、ちょっと皮膚の方がもう緑っぽかったり茶色っぽかったりして、ピンクの部分がほとんどない状態で、でこれはちょっと使ってみようかなと思って、去年の11月の25日から水素の方を吸引するようになったんですね。で3月の方にペット検査があったんですけど、そのペット検査でなんとちょっと内臓系のがんが多かったんですが、あまだ言ってなかったですね診察の結果が乳がんステージ4で、腹膜全体、骨全身で、子宮筋腫かがんかわからないのが6センチで、卵巣の方にゴルフボールぐらいの塊と、で両脇のリンパって形で、もう体の中心ほとんどががんっていう形だったんですね。でも水素吸い始めてちょうど3ヶ月の3月の後半のペット検査の方で乳がんも写ってなくて、この腹膜全体のがんも写ってなくて、で子宮筋腫かがんかわからないもので、卵巣のゴルフボールみたいなものと、この両脇のリンパの方が全部映ってなくて。全部ですか、はい、さあご一緒にいきますよ、いきますよ、はい、せーの、うそー、すごいですね、はい、はい、で骨全身はまだ残ってるんですけ ど、ただ内臓系がこんなに良くなったんだったら骨も今からかなと。で、骨は、骨は浸潤してたものが取れていくっていう事例はありますね。はい、で腹痛と骨盤と両腕が、腕デコルテ胸の近くがの痛みがずっとあったんですけど、今骨盤はもう ほぼ最近痛いっていうことがなくて、よかったですね、はい、皆さん拍手聞こえますね本当嘘でつい、はい、すごい、3で11月末でしょ、12日に、ね、3、まあ、3ヶ月ぐらいで、はい、前からねちょっとラジオはねお願いしてたんですけど、はい、ね、いい兆候は見えてたんですけど、まあ、はっきりしたところでっていうことで、はい、で今回出ていただけたんです。まあ、はい、なんと、あと水素で、はい、ちょっとさっき髪の毛が抜けてくるっていう話をしたんですが、自分で車を運転して出かけてちょっとどっかストップして出て戻ってくるじゃないですか。運転席のドアを開けると髪の毛がシートにバーってついてて、この開けた瞬間自分でびっくりするっていうのが何度もあったんですよ。でそのまま髪の毛ゆっくりなくなっていくんだろうなって思ってたんですが、さっき帽子をかぶったりウィッグを買ったりとかしてたっていうことを話したんですけど、この水素を吸った11月の25日から1回もないです。1回もこの運転席を上げてびっくりっていうことが一度もないです。まあ、それはねよくあるんですよ。抗がん剤やられてる人で抜けなくなりましたっていうのは本当多いです。それだけ抗がん剤もものすごい毒ですからね、強い毒ですから、体の中に入れたら即座に出さなきゃいけないんですけど、
長い時間滞留したり毛根のところにその抗がん剤が残っちゃうとそれが毛根にダメージを与えて抜けちゃって、しかもね今お話しあった通り、うん、バッサリ抜けるっていうのが多いようで、うん、がんの病棟ですとね毎朝悲鳴の声が上がるっていうのはね、うん、聞いたことがあります、うん、シャワーしても結構抜けるし、うん、何やってても結構抜けていってその量がどんどん増えてくるので本当にちょっと心配だったんですが今はもう気にせず、うん、あ、よかったです、ね、地毛で歩いてます、ね、最初に私お会いした時ね、はい、ガンって知らなかったんですよ。ほいで、ね、説明会でやってあの髪の毛ツルツルになるんですってかあのお水かけようとしたらあの私ウィッグなんでって言われてえってなってそれでガンだってことは分かったんですけど、そっからですからね使っていただいたのがね。ね、えちょっと素敵なお話まだまだお聞きしたいんですけど、一旦ちょっと CM にね一回入りましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、皆さん嘘のような本当の輪ということで、私ねパーソナリティ土井秀人と、ね、ドクター水素ボトルの北条政宏さん東京からお迎えしてますが、ね、いやなんかこう本当に久々に皆さん揃って、おっしゃっていただけた嘘な感じでしたけども、こうしてねやはり健康というかもうすごく素敵な日々を送っていらっしゃる現在だから本当にうそーって大声で言えるのかなとも思うんですけど、ねゲストでうるま市からねいらしていただいている妙子さん、ね、なんでしょう本当でもご自身でそんなうそーって感じですよね。そこまでもう体の中にいっぱいあったその よろしくないものが、はい、うん、やっぱり変わります生活。ストレスが減りますね。やっぱりこの髪の毛抜けていってる時期はちょっと怖かったんですよ、この髪の毛がなくなることが。でびっくりなのは吸ってから一度もそれがないっていうのがもうすごいなって。デトックス効果がね強く出るんでね、はい、そうか。やっぱりそれもね私たちよく言うあの血流がねその毛根の隅々というかあの指のね血流があんまり本当に非常によろしくないところ、実際に水素をこうね水素ボトル皆さんそうそう久々にあのご説明しましょうね。あんな大きいもんでも何でもないです。今日もね妙子さんうるま市から普通に車で持ち歩いているんですけども、僕もあの那覇とかね北谷住んでますが行くとき持ち歩いてます、はい、あの車の横に置いてからね、はい、持ってるんですが、なんでしょうね、ペットボトルの普通サイズ、うん、それぐらいのものに、軟水を入れていただいて、ね、でスイッチを押すだけです。でまあ、ホースなんて言ってますけどカニューレというものをねお花に当てていただいてスイッチをプッと押すだけなんですけど、やっぱりねものすごい高濃度の水素ガス、うん、ガスといってもガスが出てくるわけじゃないです、その全然臭くないですよ皆さんね、うん、とても気軽な健康法としてご愛顧いただいている状態ではあるんですけども、やっぱりその水素ボトルにね出会ったことによってもちろん髪の毛もそうなんですが、ね、さっき言いかけましたあの説明会でよくね血流を見てるじゃないですか、あれを見ると自分にも出会いがあったんですよ昔。本当にねくる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 っとね血液が回り始めましたよね、はい、多分その前あれ測る前は あ血流が良くなかったんだっていうことも逆に確認ができた。はい、今ストレスも減ってどんな生活ですか今は。うん、やっぱりストレス減ったことで、ま、やっぱり一日楽しいことが多いですね、うん、そうですよね、まだねお嬢さんも小さくてね可愛らしいお嬢さんでね、はい、娘がまだ5歳なのでやっぱり乳がんステージ4というと末期がんなので、やっぱもうあと何年生きれるのかなとかっていうのをとっても心配だったんですけど、ね、そこがね、はい、これだけ内臓系良くなったらその心配よりも逆に頑張るぞっていうと気持ちの方が強いですね。そうですよね。
素晴らしい素晴らしい、ね、本当に良かったんですね。はい、とっても出会えて本当にありがたいです。もし分からなければそのまま抗がん剤治療 だけでそのまま髪の毛もなくなってたのかなと思ったら、やっぱり知らない人には教えてあげたいってすごく思いますね。そうですね、うん、本当に本当にこの出会いがね、うん、あるのとないのとだね、はい、と思うと教えてあげたいですよね、はい、うん、私もねこの本当にあの嘘のような本当の輪を続けさせていただいてて、やっぱりお二方ほどいらっしゃるんですよ。ついこの間もねラジオ聞きましたよっつってから、もうやっぱりね同じです。場所が違うだけで癌であったり心臓であったりっていう方がもうねニコニコで再会できた時のこの、うん、なんていうんですかね、喜び、ね、どうです、もう顔見て分かりますよねっびっくりしたの土井さんっつってから、ね、通常ですとね抗がん剤で放射線でうまく乗り越えられたとしても体ボロボロになるじゃないですか。ですが水素ですとね元気になって自分の免疫力でぶっ飛ばしてね、また活動が再開できてるから全く違いますよね。いやいや素晴らしい、ね、後半もうちょっとねあの素敵な、ね、太鼓さんからお話を聞きたいと思います。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、皆さんねおはようございます、ね、嘘のような本当のはということでね、今週も東京からドクター水素ボトルの北条さんとね、うるま市からね素敵なゲスト太鼓さんお迎えしてるんですが、太鼓さんお名字かなね、はい、ポークさんじゃない。ごめんなさい。ついあのねメジャーなもんですから、あのポーク玉も知らない人はいないもんですからね、こちらね。はい、ポークさんもあのやっぱりあれですか、あのこう外国の方ですか、はい、ご主人さん。ね、ご主人もなんかちょっと水素ボトルにご興味。はい、私の方が説明会を一緒に連れて行って、うんうんうん、血流とかも見てもらって。で私が吸ってない時、家にいる時あのパソコン使いながら吸ってもらったりしてます、うんうんうん、どっか調子が優れないところがあったり、高血圧で去年から今病院をに通ってまして、うん、そんな時間あったらねってね思うぐらいですけども、高血圧にっていうと北条さん、ね、私高血圧でしたけどね、185あったんですよ。高いですね。高かった。でも超高血圧で、うん、でそれが吸って3ヶ月でお医者さんからもう薬飲まなくていいよって言われたです。1ヶ月ごとに病院に行くたんびに100切ってるんですよ、血圧が。すごいですね。100切ってるから、もうむしろこの量飲んじゃダメだっていうんで半分に減らし、で翌月行くとまた100切ってるんで半分に減らし、で最後はもう飲まなくていいよっていう感じなんで、だからまあお医者さんの血圧はねデリケートなので、あのお医者さんの指導を受けながらぜひ水素もねあの吸いながらお薬は減らしてほしいんですけども、あの水素吸ったから絶対大丈夫って言ってね、パンっていきなり飲むあのお薬飲むのやめちゃう人いますけど、絶対それはしないでお医者様に指導を仰ぎながらやっていただきたいんですね、うん、でも皆さん血圧落ちてるんでね、あの吸っていただければ。はい、ありがとうございます。まあ、一般的にというか非常に多いですよね、まあ、中高年になってくるとどうしてもね、やっぱりそのねよくあのほら水素が治しちゃうとかではなくって、やっぱりこう血管を開いていく、悪玉活性酸素を除去していく、とてもとても、まあ、大役を担ってという感じでしょうか ね、 やってることは、うん、血流を良くすることと、あの活性酸素を取ってるだけのことなんで、うん、体の中の臓器がきれいに動くように戻ってるだけなんですよね。だから治してるわけじゃないんです、うん、あのただご自分の本来持ってる働きがきちんと出るようになって、自分の体でいろんなものを解決するメカニズムってちゃんと人間の体って持っていて、本当に、うん、あ神様が作ったっていうのもそうだろうなって思うような人間の体って不思議なメカニズムがあるんですよ。それがきれいに働くように応援させてもらうのが水素の役割なんで、うん、はい、まさにね、
うん、そんなこうね控えめにとは言いながらやっぱりね私なんかどうしようもね、あの今多分あのゲストのね太鼓さんも同じお気持ちだとは思うんですけどもね、あのご主人旦那さんもうちょっとね吸ってほしいですけどねなんかね、うん、あのそこねで、あの最近娘も、うん、ママ吸いたいって言って5歳の娘なんですけど娘も一緒に吸うんですが、あの娘の方は吸った瞬間に気持ちいいって言います。そう、なんかそうなんです。おっしゃる通り、あの子供さんはね、はい、みんな気持ちいいって言うんですよ。はい、吸うと。それまた。すっきりするんでしょうね。はい、そう。だからね、あの前発達障害でお子様がね、はい、なかなかこう多動で椅子なんか座れないよって言われたんですけど、いやそんなことないですよ。つっておいでおいでって言って呼んで。吸ってみるって言ったら吸ってみるって言って、で吸った途端にその多動でなかなか落ち着かなかった子が気持ちいいって言って30分吸ってるんですよ。そうそう、だからね本当に子供さんってね気持ちってもあのなんていうかな、感じたことを言葉にねストレートにしますから、よく聞きますね子供さんから気持ちいいって言葉。そうなんですね、あの落ち着くというか。どうぞ。私は吸った瞬間ってな、うん、何も分かってないんですけど、分からないんですけど、あの知り合いで吸ったら冷たいのが今目の後ろに来てるとか手の指に来てるっていう方がいらっしゃるんですけど、うん、もしかしたら娘もそれを感じてるのかなって。なるほど。あの冷たくて気持ちいいのが入ってくるっていうあの感想の方もいらっしゃったので。あのアスリートがすごく多いですね、はい、あの例えば横綱で大変有名なこの前断髪式やった人がいますけども、あの方が吸った時も今ここまでガスが来てます、今ここまで来ました、今ここら辺ですって教えてくれるんですけど、本当かどうか確認する術はないんですけど、明らかに体が変わってくるらしいんですよ、スーッと。なのでまあそういう意味ではね、 あと柔道のメダリスト、金メダリストの方もうちの事務所に来られた時に、いやここまでガスが来てますよ、ここですよなんつって、ね、教えてくれるんですよ。だからまあそういう意味ではね、体に対して敏感な方は感じ取ることはできると思います。なるほどね、はい、ありがとうございます。なんかこうね水素といえばなんですけど、まあ僕自身もねいろいろあるんですけども、今回ねせっかくね、太鼓さんお越しいただけて、もうキラキラとしたね健やかな日々を、ね、娘さんのお母さんのね表情がいいからやっぱりきっとね娘さんもだと思うんですけど、ちょっとなんか噂に聞きましたんですが、なんかこうもっと皆さんにね知っていただけたら嬉しいなということで、はい、なんか始められるんですか。今水素と、うん、また低周波とかあるんですけど、うん、とマッサージを使ってサロンを年内にオープンしたいという、うん、おいいですね、素敵です。ぜひお邪魔します、よろしくお願いします、ね、でわあ、それってもちろんね美容もありかもしれないんですけど、なんかこう日常の何気ない会話の中で実はさーってちょっとね痛かったり苦しんでる人お助けできるかもしれませんね。はい、ぜひ知っていただきたいですね、はい、であの猫座でも流れますから、はい、始めスタートしたらまた遊びに来てください。それでぜひ、ね、宣伝してどこでやってますって言ってねそうそうそう、ぜひよろしくお願いします、うん、これあの小座も同時放送です。かなり多くのね、あ、うるま市で始められます。はい、うるま市で、はい、あ、全然多くの方がね聞いていただいてますからわあいいですね、夢がありますね。なんかあのね自分だけね、あのなんか良くなってとか、うん、あのいらっしゃる方もすごく、僕いつもねやっぱりどなたかお話しするときにその方のほらあのご両親であるとかお友達であるとかね先輩後輩いますもん、どっかね苦しんでるとかねそういう人がいるから、ぜひね出会っていただく場としてね、私たちもあのホークさん太鼓さんもね、あの皆さんご家族を応援したいと、うん、思っております。ぜひぜひ頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいいな、緊張もほぐれてきましたか。あ最後に聞くなって。はい、そんなわけでね、嘘のような本当のはね、そろそろエンディングのお時間ですが、ね、私 MC は、土井秀人とそれからドクター水素ボトルの北条政宏さんね。
はい、今日はスペシャルゲストに、太郎さん、ね、お迎えして、素敵な夢まで語っていただきました。はい、じゃあ北条さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。太郎さんもどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんまた来週。